はい、皆さんこんにちは、ドラゴンです。クロスピースやっていきましょう。今日はですね、スカウトが、新しいスカウトが来ました。今回は一塁手、強打者揃いですね。早速、その一塁手のラインナップを見ていきたいなと思います。はい、まずは日本ハム、中田翔選手です。今回、リミット68、パワー79、走力62という能力で知ってました。パワーは79なんで、消防次第で A を狙えると。で、一塁守備適性が C、守備も積極と。捕球スローイング肩力も悪くないですね。まあ、レフトでも、まあ、前回突破進めたら使えるので、まあ、レギュラーで、使いたい選手ではないでしょうか。で、特殊能力チャンス20丸パワーヒッターと、まあ、このコンボも組みやすい。あと存在感も優秀と。なので特殊能力も含めて優秀な選手ではないでしょうか。いい選手だと思います。続いて、はい、来ました、オリックス T 岡田選手ですね。ミート63、パワー77、走力61というところで、T 岡田選手もパワー照合次第で A を狙いますね。しかしミートがちょっと低いかな。で、一塁守備適性 D、 正直 T 岡田選手は DH で起用していきたい選手ですね。で、特殊能力ショーパーヒッター、逆境満塁男、まあ優秀ですね。続いていきましょう。はい、ロッテ鈴木大地選手です。ミート69、パワー70、走力69というところで、ミーパーで落ち狙えますね。まあ、簡単に狙えそうなんで、まあ、その点優秀じゃないかなと思います。で、なんといっても鈴木大地選手はユーティリティプレイヤー、内野なら全て守れます。で、やっぱりユーティリティプレイヤーっていうのはチームにとって、まあ、とても必要な選手だし、やっぱり守備固めでも使えるじゃないですか。なので本当に、重宝する選手だなと思います。特殊能力は選球眼20丸なんですけど、ちょっとこれはコンボ組みにくいです。守備要因ですかね、あるいは自チームのファーストで起用と。続いていきます。楽天銀次選手、ミート型72、パワー62、走力64ですね。ラインドライブで、銀次選手キャッチャー適性ありますね。 F ですけど、なので、まあ幻突局までいければキャッチャーとしても起用できると。センターラインのコンボとしてはきつそうですけどね。まあでも普段に一塁、三塁、セカンドというところで起用するのはいいんではないでしょうか。で、チャンス20丸、これは優秀だと思います。コンボめちゃめちゃ組みやすいので優秀だと思いますね。で、続いていきましょう。はい、広島松山隆平選手、ミート78、パワー74、走力64。ミート、A 狙いますね。同値は厳しいですけど、ミート A というところでコンボは組めるんで優秀じゃないかなと思います。で、一塁適正 D で、レフトが D、ライトが E と。なので、まあ、一塁スタメンか指名打者かな。で、あとはチャンス20丸、これは優秀ですね。でも代打の特殊能力ついてますけど、まあ、でもスタメンで起用したい選手ですね。松山選手はミートがめちゃめちゃ高いんで、優秀じゃないですかね。続いていきましょう。はい、ヤクルト坂口選手ですね。坂口選手は A にしました。 A 評価です。ミート79、パワー62、走力73。ミートは A 狙えますし、走力も速いで、なんといっても守備適性ですね。なんといっても守備適性、センター B で、レフトライト C と。
だから相変わらず外野の適性が高いです。なので外野でも使えるしファーストでも使えると、その点ユーティリティプレイヤーなんで、使い勝手がいい選手なんで優秀だと思います。で超チャンスメーカー、これはコンボ組みにくいですけど、まあトップバッターで使いたい選手ですね。続いていきましょう。お、来ました、岡本選手ですね。岡本選手ちょっと評価 A にしました。なぜかというと待望のパワー A に乗りました。でコンボも含めるし、どちら無理なんですけど、チャンス20丸ですね。チャンス20丸とパワーヒッターがついてるんで、コンボとしても優秀です。で続いてがですね、あの C ミート、あごめんなさい、守備適性が C だったんですよね。サード C、サードでの起用もできると。まあ、レフトも D なんで外野としても使えるので、この点汎用性はあるんじゃないでしょうか。一塁と三塁のスタメン候補かなと思います。続いていきましょう。はい、来ました、DeNA ロペス選手。相変わらずのミートとパワーの高さですね。どっちも狙えるし、パワーヒッターというところで、まあ理想はミートパワー A ですね。そこを狙っていきたいですね。で守備はついに捕球 A に乗りました。これは一塁手ナンバーワンだと思います。でサードの適性がね E に下がっちゃったとか本当残念ですね。サードでも起用したい選手なんですけど、サード E は残念ですね。まあ、でもやっぱファーストの、スタメン候補というか、もうスタメン候補筆頭かな。この選手はショーパーヒッターを持ってるし、チャンスも優秀ですし、いい選手ですねやっぱ。はい、続いていきましょう。来ました、ビシエド選手です。今回、私ドラゴンは、このビシエド選手が一番の当たりだと思います。なぜかというとミートパワーがもうデフォルトから A に乗ってますし、まあ、どっちも狙えると。で超広角打法が優秀なんですよ。超広角打法パワーヒッターついてますし、まあ、本当今回この打率3割4分8厘がバシッと適用されたなと、そういうステータスになってます。これ弾道高弾道もパワーヒッター持ってるんで、パワーヒッターつけたらパワーヒッターになります。なので、この選手ビシエド選手が一番の当たりだと思います。欲しい選手ですね。守備は目をつむります。続いていきましょう。はい、阪神ナバーロ選手、ミード型 B ですね。70で、パワー64、走力68と。で一塁適性が C あるんで、まあ、その他能力も悪くないし外野も守れると、なので優秀じゃないかなと思います。で代打の神様、この特殊能力は代打の時にミート大アップ、パワー大アップなんで、代打でぜひ起用したい選手じゃないかなと思います。代打のスペシャリストです。でチャンスもついてるんで、チャンスで起用したい選手ですね、ナバーロ選手。はい、続いていきましょう。はい、西武山川選手です。ホームラン王です。ついに弾道アーティストに乗りました。で特殊能力注目の超アーティストですね、ついてますね。なので柳田選手とか吉田正尚選手とか、あとオリックス石峰選手とかと、コンボを組めると、貴重な超アーティスト持ちになりました。でパワーも85、相変わらずですね、素晴らしいですね。で守備適性がね C に上がってるんですよ。なので本当守備適性も上がって一層起用しやすい選手になったんじゃないかなと思います。で DH 一塁のスタメン候補断然上がってくると思います。で最後にソフトバンク内川誠一選手です。ミート型ですね。76、パワー71、走力59と。はい、で一応ミート A には乗らないんですけど、まあ、ミート76は低くないし優秀だとは思います。でファーストの守備適性 B ですし、捕球スローイングも C なんで、守備としては使いたい選手ですね。 DH というよりかは
一流のスタメンで使いたい選手で、外野の適性がレフトだけになったのは残念ですけどね。で、特殊力超アベレージした固め打ち満塁男と、まあ、チャンスで、結構活躍しそうな選手になってます。これ優秀だと思いますね。はい、以上です。で、今回は先ほども言ったように山川選手とビシエド選手かな、あたりは、あとロペス選手、岡本選手が当たりじゃないかなと思います。一番の、まあ、やっぱビシエド選手かながちょっと抜けてますね。なので、この中ではビシエド選手を狙いたいなと思います。ガチャは回しません。はい、無課金なのですいません。はい、今回は紹介してまいりました、新選手でした。で、プロスピ交流戦っていう今イベントがあってて、こちらの動画もちょっと撮っていきたいなと思いますんで、これも別にアップしますので、毎回やっていきますんで、お楽しみにしていてください。前回僕確かここボロボロにやられました、このイベント。なので今回は上位を狙って頑張っていきたいなと思います。で、この動画面白いなと思ったら、チャンネル登録、そして高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。コメントもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いします。じゃあエンドトークに行きましょうかね。はい、エンドトーク始めていきたいと思います。今回はですね、今日ちょっとソフトバンク対中日戦を見てて、ちょっと衝撃を受けた野手がいましたので、そちらの選手を紹介したいと思います。加藤拓磨選手ですかね。うん、加藤拓磨選手、中日ドラゴンズのに所属する、キャッチャーですね。で、今ですね、この加藤選手が、ま、球界の強肩キャッチャーって言ったらソフトバンクの甲斐拓也選手、甲斐キャノンって言われてますよね。加藤選手は加藤バズーカと呼ばれる強肩が武器 で今日もですね、盗塁2個ぐらい刺してたかな。いや、めちゃめちゃ送球正確ですし、何より肩が強い。もう低いライナーでシュパーンっていくんですよね、セカンドまで。半端ないですね、あの肩は。久々に衝撃を受けましたね。甲斐選手も確かにというか、もう半端じゃなく送球すごいんですけど、あ、取ってから速いですよね、甲斐選手は。で、加藤選手は純粋に肩が強いなと、そういう感想ですね、僕が、見た感じはですね。本当にすごい肩を持ってると思います。で、そんな甲斐キャノンに匹敵する武器、加藤バズーカを持つ男、加藤拓磨選手を紹介します。で、まあ、松阪牛で有名な、松阪牛っていうんですね。三重県松阪市で育った加藤選手なんですよね。もともと中学時代野球部所属してたんですけど、その時の部員がなんとたったの7人ですね。試合できねえじゃんっていう7人で練習してたと。はい。で、そこで軟式野球を、楽しみ、軟式野球を、腕を磨いていました。で、高校はですね、そんな中県内屈指の強豪の三重高校、何年か前に甲子園で準優勝してたかな、三重高校に進学したんですよ。で、しかも一般入試で加藤選手は進学しました。特待とかじゃないんですよ、一般入試なんですよ。でも、加藤選手はこの頃から肩には自信があって、で、その肩の強さをその当時の三重高校の監督が度肝を抜かれたと。で、その肩を生かすんだったらキャッチャーに挑戦した方がいいんじゃないかと。で、キャッチャーへの転向を、監督が決めたと。で、本人も納得したと。もともと加藤選手は中学時代は投手とショートだったかなをしてたみたいで、で、今回、三重高校に進学した際にキャッチャーに転向したと。そしたら才能が開花しました。地方大会で盗塁をことごとく刺しまくって、2年生の頃の東海大会では6試合で戦ったんですけど、その時も盗塁1個も許さず10割、盗塁阻止率10割を記録しました。で、3年夏の県大会でもですね、ベスト8敗退なんですけど、
一個も盗塁は許さなかったそうです。だから甲子園大会の帝京高校戦かな、当時1年生騒がれた伊藤拓郎投手とかいたんですけど、その投手がいた帝京高校、そこで盗塁されたと。それ以外盗塁を許してなかったみたいですよ。それだけ肩がバリバリ強かったと。でその後青山学院大学に進学してさらに野球の腕を磨きました。で1年生からねもうリーグ戦に出場して、まあキャッチャーとして活躍してたんですけど、その時にまあこの加藤選手の肩を強化した中日ドラゴンズが、まあ三重なんでもう準地元ですよね。中日ドラゴンズはご意指名をしたと。でそれで、プロ入りを果たしたと。それが2015年ですね。でその後やっぱりプロの壁にぶち当たります。で、そして今年2019年、与田新監督を元に組んだ新首脳陣、中日の新首脳陣の方針がセンターラインを強化する、第2の谷繁元信と第2の谷繁選手、谷繁キャッチャーを作ろうという考えが、まとまったみたい でそこで加藤選手、強肩の加藤バズーカを起用しようということになったそうですね。そして今年開幕スタメンをつかみます。で現在39試合出場で、正捕手への道を着々と進んでおります。で打撃もですね、本当に評価されていて、遠投120メートルの、肩の強さも、健在というところで、まあ、今後注目されるべきキャッチャーなのかなと思います。なので僕は今回この加藤選手に注目しました。皆さんもこの加藤選手に注目してみてください。以上、エンドトークでした。ご視聴ありがとうございました。